カッパーヘッドは、クライスラーが開発し、ダッチブランドで発表したコンセプトカーである。改名後のコンセプトカーという名称でも知られる。1997年の北米国際オートショーで発表されたオープンスポーツカー。先んじって登場していたバイパーの弟分にあたるモデルとして開発され、社名もバイパーと同様に蛇の中から与えられたものとなっている。ボディスタイルは、 アメリカ車らしい独特なデザインを持っており、フロントマスクには異形のヘッドライトを備え、フェンダーには切り欠きのようなエアアウトレットが設けられている。リアエンド側元ランク上が、凸型形状となっているなど、個性的なデザインとなっている。インテリアは、ダッシュボードの中央が大きくえぐり取られた上で、ボディ同色に塗装され、そこにスピードメーターをはじめとした4種類の体型メーターが収められている。 エンジンはアルミニウム製の 2.7LV 型6、気筒 DOHC が搭載され、5速 MT と組み合わせられる。ブレーキは前後ともにディスク式。カッパーヘッドの名称がアメリカのロックバンドダブルゼータトップのビリー・ギボンズが所有する1950年式フォードクーペの名称として、すでに商標登録されていたため、 ダッチではこの名称を公式に使用することができなくなった。そのため、一部のプレス向け資料や玩具において、ダッチコンセプトカーという名称も用いられるようになった。レースゲーム、グランツーリスモ、グランツーリスモ2には、本社がコンセプトカー名義で収録されており、レーシングモディファイ仕様も登場している。2000年頃の市販化を目指していたが、最終的には断念された。 その後は、ミシガン州オーバーアンヒルズのウォルタ・ピー・クライスラー博物館に公開展示されていたが、2016年12月に閉館となって、以降は非公開で保管されている。ありがとうございます。